こんにちは、手作り倉庫です。100円ショップの材料で大きめの保冷バッグ、トートバッグですね。これ折りたたんでこうくるっと留めて、そしてバッグの中にも入りやすいように工夫しました。セリアの手ぬぐい、目玉焼き、これ同じ柄を2枚使います。そしてこれもセリアのアルミ本シートで、両面こんなのいいのがありました。これ両面で保温力アップと書いてます。これが70センチの180センチ、これを使います。そしてファスナーはダイソーのマルチロングファスナー、これ110センチありますけど、このスライダーが3つありますから、切ってももう一回別のところで使えると思いますので、これを使います。この手ぬぐいはこれ上下ありませんから、長い方、これ柄が一緒にこうなった方がいいのかな、まあそれはどうでもいいんですけど、これ中心で継ぎますから、この継ぎ合わせる方の片方だけ、こちら側はこのまま使いますから、片方だけをほどいておきます。2枚とも長い方の1箇所だけほどいて、そしてこの3方はほどいてない、このまま使いますからほどかない方がいいです。そうしましたら、ここでこのほどいたところをきれいにアイロンで伸ばすんですけど、その時にこの折りじわも伸ばしておきます。保温シートをしますと、もうここでアイロンかけれないですから、ここでアイロンしておいた方がいいですね。アイロンをかけましたら、この今のほどいたところを中表に合わせて、そして2枚を1センチの縫い代を縫い合わせします。寸法が違う、こことこっちとこっち、これでやりますね。これ縫い合わせしました。そうしたら、この縫ったところ、この縫ったところから25センチのところに印をしてカットします。こんな風に端2本取れました。そしてこれが本体になりますね。ただ今取った端ですけど、これこんなに差があるんですけど、そんなに持ち手が太くなくていいので、こちらは違うところに使いますから、これを半分に、細い方でいいので半分にこうしてカットして、そしてこれを三つ折りにします。でこの縫ってある端、カリカリしてある方を上にして、そしてこちらもちょっと邪魔なので、こちらはここだけを切っちゃいます。こちら側もね、切ってある方を折って、そして縫ってある方を上にして、そして端ミシンで両側端ミシンをかけて持ち手にします。これ今も片方は持ち手用に切りました。もう片方の方は35センチを測ります。はもういらないんですけど、端片方切ってしまいますね。切ってしまって2枚取りますね。ですから35センチの4センチのものを2枚取ります。こうして、ここ輪になってますけど、ここ切りますから、2本取りました。そうしますと、これ残りましたね、片方ので。こちらで50センチ、この端はこのままにしておいて、50センチを1本取ります。これ端、こちらは端縫ってます、そのまま使います。でこれが持ち手で、これが
くるっとこう巻く糸に紐になるんですけど、これを縫っておきます。これが持ち手。そしてこの50センチの方は片方を起こして折っておきます。片方を折ってそして縫います。こういうふうに折って、そしてこちらを縫う。横切った端でこの4センチ幅の35センチが2本、それから細い紐が50センチのものが1本、そして半分サイズの持ち手が2本、これ両方とも両側をステッチで押さえておきました。このアルミを仮カットします。幅が50センチで長さが84センチのものを取りました。そうしましたら、この半分に折ったここに印をします。ちょっとカットします。ちょっとカットしました。こちら側もカットしておきます。ちょうど真ん中、中心のところ。そして先ほど縫い合わせしましたね、これも50センチになってるんですけど、これの長い方をこれ半分に折って、これこの中心縫い合わせしたところ、ここアイロンで割っておきます。アイロンで割りました。この長い方を半分に折って、これ縫ったところがこういう縦になって、そしてこう長い方をやはり半分にぴったり折って、そしてこの半分の輪のところに切り込みをちょっとだけ入れます。あまりたくさん切らない方がいいです。少しだけ切っておきます。切り込み印ですから、切り込みの印。そしたら先ほどのこの切ったアルミシートの中心の印とこの布の印を合わせます。合い印、ここ、布ですから、こうして待ち針使っちゃいます。こちら側も印と印を合わせて、そして待ち針を打ちます。こうなりますね。こうなります。そうするとこうしてこう自然にこう持ってくるとこうなりますね。ここ余ります。手ぬぐいの方が長いですから、こうして待ち針を打って、こちら側もこうして中心と中心合わせましたから、こちら側も固定しますね、待ち針で。こうなりました。これだから手ぬぐいでこのシートをくるんだ形になってます。こちら側、端と端、こうしてこれが輪になって、下が輪になってまして、両方とも輪になってまして、でこれが継ぎ目ですね。こんな感じになってます。ここ。そうしましたら、ここを縫い止めしておきます。先にこれ手ぬぐいの上を縫いますから、もう全然問題なく縫えます。
スナーを用意します。このファスナーですけど両開きにならないのでこのスライダー一つでしますね。でこの端、布端から50センチのところでカットします。50センチにカットしました。そうしましたらここにこのさっきこれ折ったとこね、ここが入り口になりますからここにファスナーをつけますけど、中心をまず中心と中心を印をして、布の中心、ファスナーの中心を印して、そしてファスナーと取り付けします。でこの端ですけど少し中にこうして折り込みます。こうして折り込みます。両端ともこのファスナーですから、あの50センチファスナー、普通の50センチファスナーもそういう風に両端をあの角を折る感じで作ってください。角をあのこの端がちょっとゴロゴロしますので、ファスナーがあるとですから、そこ気をつけて、そしてこの端をこうして折って縫っていきます。ファスナー押さえは使わないで、この針を左側の端にできるようでしたら左側の端にして、そして縫っていきます。ファスナーがつきましたら、この持ち手をつけます。で、持ち手ですけど、この中心から10センチ。10センチのところを2センチ。10センチの外側。10センチの外側。外側につけます。そしてここ縫ったら返して、上に返して、そしてここを縫います。こんな風につきます。持ち手がつきました。そしたらここ折り待ちにします。でこの中心、先ほど合わせましたよね、中心を12センチ折り込むんですね。ですから中心からまずこちら側、下側ね、これファスナーを締めといて、そしてこれ中心ですよね、中心からこの印から12センチのところでこうして折ります。これ中心ね、そう、これが12センチ。そしたらこれを中心を折ります。これ12センチ折れてることになります。ここでですから折り待ちが12センチの折り待ちで、24センチの待ちってことになりますね。こんな風になります。これ折り待ちでこういう風になってます。ここが
12センチの折り待ちをして畳みましたら、両側を1センチのところでまず縫い合わせしておきます。ここ仕事しにくいので先に縫っておきます。1センチ両側1センチのところでね、これ分厚いんですけど、これがアルミホイルだもんですから、もう全然関係なく家庭用ミシンで縫えます。両端を縫い合わせしましたら、これどうしてもこの心がギザギザしてますから、ここをきれいに整えておきますね。この35センチの4センチの幅のに切りましたよね。それをここ上端 1.5 センチぐらい、上端 1.5 センチぐらい出して、そして下はまあそのままこれ少し余分に取ってありますので、これを1センチの幅で縫います。こちらも1センチの幅で縫います。ですから上下少しはみ出した感じ、これ折れますので、両方とも折りますから1センチの幅で、でどちらが表でもいいんです、表裏ないですからどちらでもいいので、これ縫えました、両側ね。そうしましたら1センチ5ミリぐらいでいいんですけど、1センチ5ミリも多いぐらいね、1センチだとちょっと少ないんですけど、こちらもねこうして折りますから、1センチ2ミリぐらいこうして両端こうして折りますので、折る分だけにしました。そしてこうして裏にして、こうしてこうします。こんな風にしですか、今縫ったギリギリちょっと上ぐらいのところで、こうしてくるみますね。今これ厚みがあるので、これ溝みたいになってるんですよ。そこのちょうど上ギリギリ1ミリぐらい上のところ、そしてこの溝のところにこれ今針打ってます。これしてでここを縫っていくんですけど、そうすると綺麗に縫えるんですね。ですから角をここもこう折って折って、そしてこうします。こうなりますね。これ綺麗に縫えるんですけど、バイアステープじゃなくていいんです、ここ。こんな風にしました。こんな風。だからこうなってますね。両側ね、こんな風になってます。これ折り返してこっちでして折って、4つに折って、そしてこう端はこんな風になって、両側ね、これ綺麗ですよね。中のこのアルミホイルが折ってないので、すごくこうすっきりしてます。ここでこれ厚みはあるんですけども、アルミホイルで全然問題なく、ちょっと厚みがあって大丈夫かなと思うと思うんですけど、問題なく縫えます。
両サイドが縫えました。綺麗に縫えたと思います。こんな風になってます、裏もね。そしたら最後にこの細い紐を縫いましたよね。これをつけるんですけど、これあのファスナーのここのところに挟み込んで、中心のところに、中心のファスナーのここに挟み込んで、ここに縫うんですけど、まず寸法決めますね。ここにまず仮留めして、そしてこれをこの持ち手を中に入れてしまって、そしてこれ三つ折りにします。これ結構かさばるんですけどね、この中はこれがしっかりしているのでね。そうしてこうしてくるっと巻いて、ここでスナップ止めしたいんですね。ですからちょっとこれ長いですよね、まあ、ここでもいいんだけど、別に気にしなきゃ。でもまああまり長くなくていいので、これ5センチぐらいカットしますね。50センチでしたんですけど、5センチぐらいカットして、そしてもう一度、これ切れっぱなしですから、こちらは縫ってますので、ですからここにまずこう縫い付けします。だからこの中にこれまで縫って、もう一回ぐらいここ縫っておきますね。この紐縫いました。そうしましたらこうなりますよね。こうなって、こうしてぐるっと、この紐がぐるっと巻いて、ここにスナップつけるんですけど、これ何のスナップでもいいんですけど、これ一応これつけます。これ目打ちでね、穴を開けただけではね、繊維が切れてるわけじゃないので通らないんですよね。そしたらこれをリッパーでちょっとだけ、ほんの少し、大きく開けすぎるとダメですよ、グラグラしちゃいますからね。ですからこうして少しだけ繊維を切って、そしてはめ込みますね。あ、こっちだ、こっちだね。これしっかり止まってます。これでまあバッグの中に入れても、あんまりこう何ていうか、小さく畳めるっていうか、まあ畳めてますので、あのかさばらないのではないかなと思いますね。でこれのあのこのバッグ大きいんですよね、すごく。これほぼほぼ50センチありますし、高さがだいたい30センチで、マチが24センチですから、あのお刺身とかお寿司とか買ってもこうなんていうかね、ひっくり返らない、このマチがね、こんなに大きいので、ピザとか買ってもいいかもしれない、こんなに大きいんですよ、マチが。それでまあまあかっこいいんですよね、これ形がいい。まあ、よかったらご参考なさって作ってみてください。見本に作ったパイナップル柄もなかなかいい感じにできましたけれども、これまあ大きい場合はあの工夫していただいて、同じ縫い方で中くらいのものとかお弁当入れとか、そんなものも作れるのではないかなと思いますので、よろしかったらご参考にしてください。